フェデリコ・アンドレオッティはイタリアの画家、イラストレーターである。風俗が17世紀、18世紀の衣装を着た人物画などを描いた。フィレンツェで生まれた。1861年からフィレンツェ美術学校でエンリコ・ポラストリーにステファノ・ウシ・アンジェロ・トリッカに学んだ。1864年にイタリア国王・ビットーリオ・イマヌエール2世のために15世紀の 宗教改革の先駆者、ジロラモ・サボナローラを描いた大作を描いた。挿絵画家として、ネリ・タン・フューシュ名義で描かれた、詩人、レナート・フチーニの短編集、レ・ベグリー・ディネリ、パイシー・イ・フィギュア・デラ・コンポニア・トスカナの挿絵も描いた。17世紀、18世紀の衣装を着た、人物画を描き、テンペラ画やフレスコ画も描いた。1879年に、 フィレンチェ美術学校の教授に任じられた。1879年から1883年の間は、ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会にも出展した。ありがとうございます。